今度言ってください。今度言ってください。A イコール。ABCD が。これでいいんですかね、ABCD の位置はね。はい。A 乗マイナス A マイナス 6E。A 乗マイナス 6A。6E。A マイナス 6E。マイナス A マイナス 6E。はいはいはい。イコール0。ゼロ行です。はい。を満たしてると。満たしているときは AB マイナス BC が。おお。A たす D、AD マイナス。時の A たす D と AD マイナス BC の値はという問題ですね。まあ、よくある問題ですね。分かった。どうやって分かった？じゃあ教えて。で、言って言う。分かったって。まず、ハミルトン経由。うん、ケイリー・ハミルトンで。はい、それで。うん、これが E イコール0が、ケリー・ハミルトンの定理を書くわけね、あなたはね、が成り立つから、問題より何々マイナス A マイナス 6E イコール0より、まあ、問題よりってことは変えてみましょうかね、丁寧にね。だから A たす D が 1AD マイナス BC がマイナス6だというのがあなたの意見ですね。と思いました。はい、違います。まあ、こうすると、もう間違った、でですね、で、それ間違ってますね、これ。まあまあ、必要条件なんでしょうけど、十分ではないし、ダメですね。いいですか、まずこれじゃダメだと彼は主張しています。で、それはなぜかというと、これじゃうまくいかないときがあるし、他に答えがあるときがあるんでしょう。そこで、あ、覚えてますか、どうするんですか、じゃあ、2つ引き算して。そうですね、まあ、まあ、とりあえずこれ、彼は知ってる理由わからないけど分かってるみたいなので一応行きましょう。これを引きましょう。これは成り立ちます。で引きます。で引くのはどっちがいいかな、こっちからこっち行きましょうかね。そしたらまあマイナス1プラス A たす D、 まあ多分根本的な勘違いしてるんだと思います。あ、これ逆の方がよかったかな。まあいいや、マイナス6足すにしましょうか。して、マイナス AD マイナス BC、 逆でもよかったですね。こうなりますね。これ結構ですか。結構ですか。これ引いただけでしょ。でこれ一応こうするんですよ。どっちこうしてもいいんですけど、こっちこうしましょうかね。あ、でも A こうした方がいいんで、まあ、移行したら AD マイナス BC プラス6の D ですね。これ別に構いませんね、移行しただけですね。で A がじゃあもしそのまあ早い話か、これが0か0じゃないかで分かれるんですよ。だから今、まあ、A たす D 引く1が0でないとは分数でこういうふうに、まあまあ括弧使わなくてもいいんですけど、まあこうなりますよね。わかります。だからこれが0じゃないときはこうなりますということです。でいきますよ。でこれをもううざいから KE と思うんですね。わかりますね。ほら、これで、これが0か0じゃないかという本当に初歩的なことからやっていくんですよ。で、これが0の時があなたの A たす D が1だったんですよ。ああ、1だったんですね。だけどまあ、これが0じゃない時ってここを持っていく。そしたら、この A イコール KE を代入します。元の KE を。そうでしょ。A は KE になっちゃったんだから、まあ、K の値下を求めればいいということで、ここのところを入れちゃいます。KE の方。
次乗マイナス k、マイナス 6e は0行です。そしたらこれはまあ別に k 次乗で e は何回したって e なんですけど、まあ一応まあそうでいいですね。e 書いて ke、まあマイナス 6e と。そうすると e で来ると k 次乗マイナス k マイナス6の e の0。したらこれ因数分解して、マイナス3と k 出す、ね。まあ0だから、まあ、ここで分かれて、k が3と k がマイナス2となります。で k が3ということはどういうことかというと、まあ a イコール 3e なんで3003。で、まあ a イコールマイナス 2e なんで、マイナス2、0、0、マイナス2ということになります。そしたら、A たす D は、あ、6なの ?A たす D そうかな。で、AD マイナス BC は、まあ、9と。で、まあ、答え確認してほしいんですけど、まあ、答え確認するまでもないのかもしれないけど、A たす D はマイナス4で、あ、ちょっと確認してください。小問だから最後しかないんでしょう、多分。マイナス2、2が4。これどうなります？まずこれね、こうよ。まずここはここで。まだ1個抜けてなかったこと。A たす D が 6と AD マイナス BC が9という組み合わせ。それと A たす D がマイナス4と AD マイナス BC が4という組み合わせですね。でですね、もう一つで、あともう一個のケースは、じゃあ A たす D 引く1が0の時と、こうなっちゃうと困っちゃうんで、こうなると分かると思うけど、これが0だったら割り算実行できないから、ここ0、これ0しか、もうこれが0でしょ、0行列だから、これ0行列になるためにこれが0しかダメだから、だから、まあ、まあ、抜き、まあ、すなわち、まあ、なんか、本当きつねにつままえたようなこと、の時、答えはもう1で出ちゃったんですね、これ。その時は、AD-BC プラス6イコール0だから、AD-BC はマイナス6と、こうなります。で、ここで全部揃いました。わかりましたか？こうなるんですが、はい、何か言いたいことありますか？あるんじゃないですか？わかりましたか？はい。だから、ともかく、あれだよね。ハミルトンを書くんだな。そして、これ書いて、引くのはなぜですかって質問があったら、まあ、連立方程式と同じだけど、基本的に実数を落とすということにして、分母が0の時と、分母が0じゃない時には、ということですね。いいでしょう、はい、でなんかこういう意見がありましたけど、まあ A あれ A マイナス 3E と A と 2E で0だから、でこれは絶対ダメよ、これが0かこれが0っていうやり方は絶対ダメよ、これはねダメな例ね、これがあるアルファで、これがアルファでこれがゼロってやったらダメなのは、なんでかというとさ、2つかけてゼロになるって行列なの。ほらゼロじゃないの。ほらゼロ因子とかいう難しい言葉があって、これとこれがゼロ行列でないくせにかけてゼロになるやつがあるから、これとこれかけて、いやまあ見え見えなんだけど、これとこれかけてゼロ行列ってなったら、これが0でアルファ、これがアルファでこれが0、これが0で0ってことは言えないんですよね。必要条件だって。わかる？かけて0だからどっちか0だろうって思ってるか、こういうことになるでしょ。しかし、0じゃないもの同士かけて0になることがあるから、これはダメだってことよ。それがこのパターンか。その、ケースに引っかかるんだ。うん。だからこれはこれで、あ A が 3E と A がマイ、あ 3E と A がマイナス 2E っていうのはダメってこと。これ重要だわ。
そう、かけて0になることが、0じゃなくて0になることがあるから、これが0かこれが0なんてこと言っちゃダメですよってことですよ。だからこれはやっちゃいけないってことよ。その、合ってるかもしれんけど、入試や試験では絶対許されないことなんだ。だからこうしてるんだよ。いや、例えばね、その因数分解ができるとかいうのは、確かにほら、AB と BA は違うからっていうけど、E だったら E なんです。だったら、だから普通の多項式の A に因数分解できるけど、じゃあ因数分解できたからといって A が 3E、A が -2E っていうのはダメだっていうのはここから来てます。だ、まあ結果はあってるのかもしれないけど、こういうことがあるから罰になる。だからこっちで行きなさい。ということで、これわざわざ問題があるのは分かりました。はい。あですね。はい。よろしいでしょうか。はい。